ビッグファイブを紹介した立花明さんのスピリチュアルズ、うんはい、私の謎、うん、もう私っていうのはね、うん、本当に永遠の謎なんですよ。謎ですよ、はい、私はないっていうお釈迦様はもう私はないは多分正解だと思うんですよね。はいはい、で今日は、はい、経験の開放性ですと、はい、ビッグファイブの中でも、はい、経験への開放性は、うん、最も分かりにくく、新規性、うん、新しいもの好きの指標とか、はい、リベラルと保守の違い、うん、と説明されることもあると、うん、ただこの本ではこれを経験の開放性をですね、うん、意識というモニタの解像度のばらつきと定義したいと、うん、ほら分かりにくい、なんとなく分かりますけどねでここで、うん、まずこの詩の一節を読んでほしいと、はい、私という現象は、うんうん、仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です。かっこ透明な幽霊の複合体、風景やみんなと一緒にせわしくせわしく明滅しながらいかにも確かに灯り続ける因果交流伝統の一つの青い照明です。かっこ光は保ちその伝統は失われ。何言ってるか分かんないですもう一回言いますね、はい、私という現象は、うん、仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です、うん、あらゆる透明な幽霊の複合体、風景やみんなと一緒にせわしわしく明滅しながらいかにも確かに灯り続ける因果交流伝統の一つの青い照明です光は保ちその伝統は失われ。これは、はい、宮沢賢治の春と修羅の序の冒頭だ、うんうん、ここでは、うん、私という現象を表現するのに、うんうん、有機交流伝統の青い照明、かっこ透明な幽霊の複合体など、うん、常人では思いもかけない、うん、奇抜な比喩が使われている、うん、何言ってるかも分かんないですもんね。大将読めば分かる人でした。ちょっと見てみます。どうぞ。文章どこ、あこれか、はい、なんでまあ、あ自分っていうのはこの明かりとかを見ながらです、うんうんうん、あ僕はこれに近いっていうのを宮沢賢治は、私はこの伝統と一緒だと、で交流していくうちに私は失われみたいなことを言うわけなんですね、うんうん、はい、でタイトルにしても春と修羅というかけ離れたカテゴリーの言葉が組み合わさっている、うん、これは経験への開放性が高い、うん、あるいは意識というモニターの解像度が荒い、うん、という状態で、うん、宮沢賢治だけでなく、うん、芸術家の多くはこのタイプだと、うん、画家だとピカソ、うん、カッコキュビズム、うん、デュシャン、うん、ダダイズム、ダリ、シュールレアリズム、うん、作家だとカフカ、うん、あの虫けらになってたってやつですね、うん、あとはジェイムズ・ジェイス、ユリシーズなどの名が挙げられると。逆に経験への開放性が低い、あるいは意識というモニターの解像度が高いのは、行政文書や裁判の判決のように一切の比喩を使わず、誰が読んでも理解できるように明晰に書かれた文書っていうのが、意識というモニターの解像度が高い。あ、そっか、もうばらつきがないってことですね。もう明確に誰が読んでも定義された言葉、うん、さっきのは人によって捉え方が変わる可能性が、そうですね、私という現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です、うんうん、もう多分みんな思い描くのが違う、違う、うん、僕の中ではなんかもうあのパリの街灯みたいなのが出てくるんですけど、はいはいはい、隊長何が出てきました、うんうんうん、伝統ですよ、普通の声。なるほど、はい、サイケデリックの発見、経験への開放性が高い人の特徴が、幻覚や幻聴を伴うスピリチュアル体験だ、はいはいはい、これは精神疾患とは異なるものの、ビッグファイブ検査の経験への開放性が極めて高いと、
統合失調症の予測因子になることが分かっている、うん、幻覚や幻聴はサイケデリックス、うん、幻覚剤によって誘発することができると、うん、だとしたら、うん、パーソナリティとしての経験への開放性と、うん、サイケデリック体験には共通するものがあるのだろうか、うん、でそこを出発点に話が進みます、うんうんうん、いや夢見がちっていうことですかね。まあそうじゃないですか。空想が入ってくる、空想がなんかリアルの絵になるような感じですかね、うん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 、はい。で1943年に製薬会社で新薬の研究をしていたアルバート・ホフマンは奇妙な体験をしたと、うんうん、麦の核の菌と書いて、うん、麦核菌と読むんですかね、うんうん、いや小麦やライに寄生する菌類の一種で、うん、麦核アルカロイドと呼ばれる毒性を有する、うん、派生物から合成した薬物を偶然ちょっと吸引してしまった、うん、その夜の出来事をホフマンは日記にこう書いたと、うん、目を閉じて横になっていると、うん、幻覚的なイメージが次から次へとくるくる変わりながら浮かんでは消え、うん、浮かんでは消え、うん、どのイメージも実にありありと立体感にあふれ、うん、カレイドスコープのように鮮烈な色彩が交互に入り乱れたと、うん、でこの不思議な体験は3時間ほど続き、うん、徐々に回復しましたと、うんうん、でこの3日後に自分の体を実験台にして、うん、新しい薬物の効果を確かめた、うん、でその時服用したのは250マイクログラム、うん、なので1グラムの100分の1、うん、という微量にもかかわらずこの一昼夜にわたり幻覚の世界をさまよい、うん、幽体離脱でソファーに横たわる自分の体を眺めたと、うんうんうん、新たに発見されたこの幻覚剤は、うん、麦核菌からの25番目の合成物だったため、うん、LSD25と名付けられたと、うんうんうん、で幻覚作用を引き起こす物質には LSD、うん、これはカビ、うん、サイロシビン、キノコ、うん、5-MeO-DMT ヒキガエル、うんうん、などがあると、うん、これらはすべてトリプタミンという有機化合物で、うん、自然界ではありふれていると、うん、で人体にもトリプタミンは細胞間のシグナル分子として働いている、うん、人体にもあるっていうことですね、うんうん、この幻覚作用が、うんうん、神経伝達物質セロトニンもその一つで、うん、なるほど、化学名を 5-ヒドロキシトリプタミンというと、うん、幻覚剤の特異な作用は、うん、大脳皮質に大量に存在するセロトニン受容体をと結合し活性化されるからだと考えると、うん、人はそれを自分で作るっていうことですね。まあそういう仕組みがあるって話ですよね。あるっていう仕組み、うん、ことですね、うん、で当時このホフマンが勤務していた、うん、会社はこの奇妙な化学物質が何の役に立つかわからないが、うん、極めて安価に製造できる、うん、いや小麦から簡単に取れちゃう、うんので、うん、世界中に無償でばらまいた、うん、世界中の研究者に無償で提供したこの幻覚剤を、うんうん、研究者ですからね、うんうん、犯罪者じゃない、はいはい、研究者にばらまいた、はい、CIA から、うん、セラピストまで、うん、広くに行き渡ったと、うんうん、そうしたところから、うん、この LSD は統合失調症のなど、うん、精神疾患の謎を解き明かす鍵になるのではないか、うん、と期待されたが、うん、指したる成果は上げられなかった、うん、が、うん、CIA がこの LSD を自白剤に使えないか、うん、と試みたが、この時間や空間の著しい歪曲や、うん、奇怪な幻覚のために、うん、被験者は大混乱を起こし、うん、なんかこの全能の神になったかのようなはい、はい、妄想をしゃべるか、うん、内に引きこもって貝のように口を閉ざしてしまったと、うんうん、ただまあこの CIA はまあ安く作れることから、うん、まあ諦めきれずにですね、うん、大量に買い、うん、
全米の大学に無償で配布して、うん、軍事利用にできないかっていう、うん、ことをやり始めた、うんうんうん、まあ、そうしたところ、まあ、この自国のスパイに持たせて、うん、スパイが敵に捕まった時に、うんうん、その幻覚剤を飲むと、うんうん、なんかバーってわけのわかんないことを喋り始めるからうんうん、うん、役に立たなくなる、うんうんうん、っていうことをいろいろ考えたりし始めたが、うん、まあ、結局何も使われずに一段落すると、うんうんうん、LSD は本来あるべき場所に落ち着いたと、うん、トリップ、うんうん、まあ、1960年代ですかね、はいはい、トリップ体験にこの LSD が使われ始めた、うんうん、で、まあ、半世紀前なので、まあ、ちょうど50年ぐらい前にこの LSD 実験が行われ始め、うんうん、それが今度はアルコール依存症患者とか、うん、そういうところに使われ始めて、うん、要はこのうつ患者とかね、うんうんうん、そういうところに配ったところ、うん、要は心の治療薬としては、うん、極めて何て言うんだろう、うん、高い効果が出始めたと、うん、そうですね、だって悩みなんて悩みが消える消える話ですからね、うん、で別に悪いことをするわけでもない、うん、そういうところで使われ始めたよと、うんうん、で LSD のような幻覚剤はデフォルトモードネットワーク、はい、あ、前に出ましたねこのデフォルトモードネットワーク、うん、と呼ばれる自己の中枢を一段的、はい、一時的に交代させると考えられていると、うん、デフォルトモードネットワークっていうのはこの自分を自分と保っている働きを一歩幻覚剤は下げるので、うんうん、本当の自分が出てきた気になるんでしょうね、全能の神っていうのは、うんうん、縛ってるのがなくなるわけです、縛りがなくなるわけですから、うん、っていうのを果たすよと LSD は、うんうん、情報を管理しているデフォルトモードネットワークの活動が低下すれば意識には突然大量のデータが流れ込んでくると、うん、その結果脳は支離滅裂な情報の洪水を何とか処理しようとして誤った結論に飛びついたり時には幻覚を見せたりすると、うん、色覚障害者が幻覚剤を摂取すると、うん、初めて見えた色があると報告すると、うん、幻覚剤の影響下にある時の音楽は普段と違って聞こえるとか、うん、音色がより正確に処理され音楽が伝える感情面まで察知できるとか、うん、普段は脳が無意識に処理し意識から排除されている情報が幻覚剤によって顕在化するのだと考えられていると、うん、しかしこれには代償があって、うん、幻覚剤は確固とした認知力から安定性を奪い不安定にすると、うん、あまりにも大量の情報に圧倒されると、うん、脳は必死に新しい現実予測を作り始め、うん、無理に筋を通そうとする、うん、これが幻聴や幻覚で、うん、悪化すると統合失調症と診断されると、うんうん、その一方で自我が確立されると、この自我が確立される、これは一般に良いこととされている、うん、が自由な発想を制限し不安や後悔といったネガティブな物語に拘束されてしまうかもしれない、うん、要はわーって大量な情報が入ってくると、うんうん、脳は必死に現実予測っていうのを、うん、まあ、作り始める、こういう理屈ですよねっていうのを作るってことですよね。でも、うん、その無理に筋を通そうとすると、うん、要は今度は自由に入ってくるのを制限する、うんうん、そうすることで要は何て言うんだろう、脳は多分不安になりたくないから予測しようとするんですよね。不安になのか、まあ、情報処理ですよね多分。不安とかじゃないと思うんですよ。いっぱいもう大量になんかいろんなのがバーって入ってくるから、もう処理しようとすると、で処理しきれないから無理やり処理してる、はい、排除するところは排除したりとかして、でだからあの最初の方で言ってたわけのわかんないことを言い出すみたいな。続けますね、はい、はい、で幻覚剤ルネッサンスを牽引するイギリスの神経科学者カート・ハリスは、この脳内の今の話を脳内のエントロピーで説明すると、
エントロピーは物理学の乱雑さの単位で、うん、エントロピーが低いと秩序だっていて、うん、高いほど乱雑になる、うんうん、氷は低エントロピーで熱を加えるとエントロピーが増大し水から水蒸気への分子の乱雑さは大きくなる、うん、これを意識状態に当てはめるなら、うん、高エントロピーの脳は、うん、幻覚在下にある状態、うん、子どもの意識、うん、精神疾患初期、うん、魔術的思考、うん、拡散的あるいは創造的思考で、うん、低エントロピーの脳は器量なあるいは頑固な思考、依存症、脅迫神経症、うつ病、麻薬下にある状態、うん、昏睡状態にあると、うん、低エントロピーの最末端に位置するうつ病や脅迫神経症は精神障害、すなわち脳の秩序が失われたからではなく、むしろ秩序がきつくなりすぎて生じた内省、うん、あまりに習慣化してしまうと自我の力が支配的になる、うん、最も顕著なのはうつ病で、うん、自我が自分の力に酔い、うん、コントロールできないほど内省しすぎるようになると、うん、うつとは反芻の破壊的な内省ループから逃れられなくなり、うん、どんどん周囲の世界から自分の中に閉じこもっていくことだと、うん、それに対してトリップ中の高エントロピー、はい、うん、これは乱雑さが大きい脳では、うん、デフォルトモードネットワークの視覚情報、うん、処理系などの何かに特化した神経症ネットワークが後退する一方、うん、それ以外のネットワークとよりオープンに交流するようになる、うん、いわばさまざまな脳内ネットワークの専門性が緩むのだと。記憶や感情を司る領域がデフォルトモードネットワークを経由せずに神経情報処理領域と直に交流するようになれば、うん、希望や恐怖、先入観や感情が視覚に影響を与え始める、うん、知覚情報が乱れ、うん、色が音になったり、うん、音が食感になったりすると、うん、次々に新しい連想が起きていろんな精神経験として現れる、うん、こうした脳内のネットワークの一時的な再編成がサイケデリック体験なのだと、うん、何を言ってるか分かりました？まあ言ってることは分かりますよ。自我が強すぎると、まあ、鬱になるって話ですよね。はい、うん、でもこのデフォルトモードネットワークが、うん、多分このギュッて狭くなりすぎるとこの半数になるんですけど、うん、これがバーって開き始めると、うん、今度は情報が多すぎる、うん、で幻覚見たりするって話ですよね。ので、うん、多分このデフォルトモードネットワークの締め付けが、うん、多分人によって、うん、まあどこを捉えるのかとか、はい、うん、いつ緩めていつ広げてとか、うん、っていうことなんですかね。まあ、デフォルトっていうぐらいだからデフォルトがあるんじゃないですか人それぞれでね、はい、はい、基準値が